アルジェのデーに表敬するアメリカ人艦長ウィリアム・ベイン・ブリッジ1800年頃。デーはオスマン帝国統治下のアルジェ接政領とトリポリ、それにチュニスのそれぞれの統治者に対して与えられた称号で1671年以降に用いられるようになった。アルジェリアでは1830年のフランスによる征服までの間に 29人がこの地位についた。日本語では特にアルジャのデーを指して大衆の訳語が当てられることがある。デーの選出は地元の民間人、軍人、宗教指導者によって行われ、その地位は終身であり、オスマン帝国のスルターンからも高度の自治権が認められていた。歳入の中心は農民への課税、宗教的献金や 地中海の貿易船を狙う海賊であるコルセアからの上納金であった。オスマン帝国の領域に入るヨーロッパでは、特に帝国の水退期において、無法者と化した兵士や、砲兵の指揮官たちが、ダヒとかダヒアといった称号を自称したが、これはデイに由来するものである。デイは、陸海軍の指揮官たち、船舶運航の責任者、財政長官、徴税官などからなる。 ディヴァンと称される統治機構に支えられていた。アルジェのデーの領域には、コンスタンティーヌ、ティッテリ、マスカラを中心として、三つの行政区画が設けられており、そのそれぞれにデーが任命したベが置かれていた。アルジェのデーによる統治は、1830年7月5日に、フセインデイが侵攻してきたフランス軍に降伏したことで終わりを告げた。 トリポリの最後の例は、アフマド・カラマンリーによって殺され、代わって、カラマンリー朝が1711年に起こった。ありがとうございます。